どうもエルザです。それでは嘘つき姫と盲目王子やっていきたいと思います。さあさらに進んでいってってことだね。なんかね、独特な雰囲気になってきたよね。後ろのライトか、玉ねぎライトみたいなやつも、待て、あぶな、独特だよね、あの玉ねぎライトね。何もない？ないね、よし。お？いや、さすがにまだわかんないよね。迷い人を導く大鳥。右に4つの翼を持ち、左に、右に4つの翼。4つの翼ね。ほう。じゃあこのかすれたやつを探しに行くって感じか。あ、いや違う。あ、これ4つだね。1234、左に、んこの、根っこかな、これかな、根っこの2つにしてみようか。いや違うな。全部ひらがな。あ、やっぱり8つって書いてんの。これどれだろう。これでいくと1234567、根っこは確かに8個あるのよ。1234567、8か。あ、まあまあまあ優しめだね。連打してたら見つかるっていう。さあ行こう。あー、またあいつか。おお、乗れない乗れ、王子ー、危ない、あー危な、え、あー攻撃に当たったのか。だいぶうつろなめしてたね。これで意外とそのまま王子狙ってくるんだね。結構スピード勝負だな、あそこ。よし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 。で、そこにもあるけど、これは、狼で。お、これはランタンです。王子に持ってもらい、かがり火に近づいてみましょう。ほう。これランタンか。おー、火がついた。これ、なんか使えるの？まあまあ、火が嫌って言ってたもんね。あーは。
そういうことね。あれで王子には近づいてこれないと。ちなみに化け物の中には火を怖がり近づいてこなくなる者もいるようです。ほらほら、どけどけ。嘘。近づいては来なかったけどっていうところか。そうか。とりあえずじゃあ持たせるだけ持たしてガンガン倒しておこうかね。あ、待て待て、このランタン有限じゃないよね。いや、調子取って近づいたらダメだったしね。あ、やっぱ時間が経つと消えるのか。なるほど。時間が経つと消えるか。なんかそこら辺はギミック出てきそうだね。魔女の庭に飾られる数々の収集品。この地に連なる籠を彩る赤、黄、青の玉の数を掲げよう。よし、探してきまーす。マジかー。最初から見ていかないね。いやー、やってくれたな。黄色ね。最初は、あ、やっぱあるよね。マジかー。めちゃくちゃ戻るな。そういうこと。今戻ってきたのか。全く数えてなかったわ。んー、じゃあちょっと数え直してみますか。さあ、戻ってきました。じゃあやっていきましょう。順番的には赤、黄、青の順だね。赤が5で、次黄色が、黄色がね結構多かったのよ。9かな。で、青が3。よし、正解。いやー、まさか変えることになるとは。ランタンは引き継ぎできないんだね。お、またか。右はみちゃ道、近道、下は困難の道と。マジだ。マジか。じゃあ、先にこんなに行きますか。これは数の集まり。4つの物語を探し出せ。それぞれの物語を数を集まりと交わせ、重ね合わせ、数が重なる数を示せ。うわー、鬼みてえなの来たな。
眠り神、それはたった一年じゃ目が覚めない、次の目覚めた時君が土へと帰る頃、帰る頃、帰る頃か、土に帰る、1年で土に帰ると、あー戻っていっちゃった、よし。火の消えたかがり火に火のついたランタンを近づけると火をつけることができると。あれ王子持ってもらって、いやー今回はこれは難しいぞ。森の奥にあるノリクジラの亡骸、数年に一度4日かけて瞬きをするという噂がある。噂がある。1と4。1と4だね、今のところ出てきた数値ね。亀は1年か。これむずけえなあ。あ、だね。1年じゃ目が覚めない。あー、そういうことね。ヒントがどんどん乗ってくれるんだ。で、こっち飛ぶと、もう一つのヒントと。なんで俺は難しい方を選んだのだ。ああ、なるほど。そしたら、置いて、持っていけるかな？一応持たせておこう。先に左に行かないとクリアはできなかった感じだね。魔女の黒沼は正気を放つ毒の沼、もし足を踏み入れたのなら3秒経つ前に離れなさい。3秒か。あー、それはひどい。それだったら、まず右側行くと、ああなるほど、時間経過なんだよな。ただあ、危ない、火が危ないから倒す。意外とね、こいつがね、しかも面白いに倒せないんだよね。よし、それ持っていこう。それはダメなの。右側、ああこれであれか、ただ動くだけって感じか。よし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 、
涙花の青い光に照らされるこの洞窟はかつて水に満ちていた腐肉の記憶が眠る場所。あ、これで終わりか。腐肉の記憶って、あー、そういうことか。何個その数値があるかみたいな感じなのかな。1は何個みたいだね。とりあえず試してみますか。こんなに差があると思わなかったな。まさかさ、ステージをさ、スキップできるとは思わないよね。さあやってみよう。1,2,3,4,5,6,7,8,9、 あ、10個あるね。さあ、じゃあやっていきますか。ちょっと気になったのがあって、それぞれの物語を数の集まりと重ね合わせでってことなんで、これよく見たら文字数と同じ場所にあるのよ、あの数値がある場所なので、一番左が多分5、多分ね、この読みで当たってればね、集まりと重ねるからね、文字と数をね。で、続いてが2がある数値が9ですね。で、続いて3秒が、ここが1。で、最後が4。2,1,5になるのか。来た、王子先に行った。正解だったね。文字と物語を掛け合わせてっていうところが重要だったね。あ、で、花がゲットできるのか。やり込み様子だったんだね。はい、どうぞ。いや、むずいわー、これは。めっちゃ考えたもん、今。で、ゴールに着くと。よし、じゃあ今回ここまでにしましょう。ちょっとね、長くなってしまいましたが。まあ、謎解き面白いね。いきなり難しくなるのが何とも言えないけど、まあまあ、ぜひ皆さんもやって楽しんでいただければと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またな。